どうも、ナスビーです。今回はダニエルにしかできない究極のロマン、戦況を一瞬で覆す可能性を秘めたシンクロ自爆をお見せする。なお可能性を秘めているだけで現実はそう甘くはない。まず鹿島とかいう頭のおかしい武器がダニエルの全てを否定しているため、このロマンの実現率も極端に下がっている。さらにシンクロメンバーの誰か一人が犠牲になるだけで、誘爆により隊列が乱れて台無しになってしまう。そしてスレイブ化した本体を含め全員がショットガン一発で粉砕される神耐久。限界集落になる前のサバイバーレンドならともかく、現状の煮詰まったサバイバーたちにはまず通用しない。そのためマップ構造とギミックをうまく利用し、早すぎてすぐ迷子になる彼らをうまく誘導しながら奇襲するという無茶な立ち回りを要求される。まずシンクロモクト自体が素敵すぎて使用者にまず合わないのに、さらに自爆で使ってくるともなれば相手の圧は相当なものになると思われる。このように一人が相手ならば容易に一撃で粉砕できる火力を持つ。これで複数人を一気に分からせるのが本企画の趣旨。このロマンを実現すべく、私は数日間鹿島とショットガンを浴び続ける日々を送った。これからその集大成をお見せする。本編はストレステスト成分が9割なので、ステキカットだけ見たい方は本編後のおまけから見始めることを推奨。というわけでまずは構成の簡単な解説から、基本的には火力装備のひるみ無効ダニエルで、自爆ゾンビ以外は触手ゾンビとリモートシェルのみ使用する。さすがに自爆だけではどうにもならない部分をそれらでカバーしていく。スレイブ火力を上げるスキルはショットガンに無力なので不採用。ひるみ無効なら鹿島と閃光以外には無双できる。まあその鹿島と閃光に分からされるので結局剥げることには変わりない。というわけで本編開始。相手のランクは中級者揃いなのでそこまで極まってるわけでもない。しかし鹿島を買われるだけでほぼ全てが破綻するのでランクはあまり意味がない。なおダニエルで開幕鹿島を買われなかったことなど数える程度しかない。要するに素敵ってこと。諸君にはたくさん楽しいアトラクションを用意してる。例えば死や、破壊や、病気。現代社会が与えてくれる楽しみが全部詰まってる。楽しみじゃなくて苦しみが詰まってるの間違いだろ。ぶっ飛ばすぞ。くたばらせるのに効率的な方法はクリーチャー出さないことだろ。いい加減にしろ。鹿島買うだけで貫通できるダニエル相手に生きるおさば様多すぎて素敵。見ての通り初弾を当てても爆発するまでの隙で鹿島くらって終わりなんだよ。あの武器がどれだけクリーチャー型を否定してるかお分かりだろうか。もう工夫でどうにかなるレベルじゃないんだよこんなの。なぜ前のシンクロ企画で自爆を外してたかお分かりだろうか。たった一種の頭のおかしい武器に全て台無しにされる事実に萎えるからである。しかしブンブンしすぎて逃げ遅れる様を見るのは楽しい。その瞬間の些細な US が企画のモチベを維持してくれた。この企画はうまくいかなければただただ普通なだけ。おまけに頭かしまなおさば様に頻繁に煽られる始末。それらに屈しない強靭な精神力と猛根がなければこの企画はできない。とりあえず鹿島野郎に重傷を負わせたので満足。何の成果も得られませんでした。さえ回避できればまだやっていける。ちなみにこれはオタクがいない上に鹿島も一人なのでかなりマシな部類。だいたい2、3人は鹿島買ってて何もさせてもらえない。触手ゾンビなら舐めた鹿島野郎を分からせられるが、自爆ゾンビ自体ではそうもいかないのが世知辛い。ブラボー。さあどこまで行けるか楽しみだな。というわけでここからがシンクロ解禁で本番開始。なお本番といってもうまくいくとは言ってない。プリセットの本体はゴール前に配置してあるので、まずはスタート近くに先兵を配置して足がかりにする。自爆と他ゾンビをシンクロする場合は移動速度にかなり差が出るので、うまく自爆だけラジコン感覚で差し向ける工夫がいる。よし今だ。おい今のは絶対決まったはずだろ。鹿島削除しろ。いやスレイブ本体の触手で捉えたおかげで自爆が当たった。鹿島も機械潰せば正直大して怖くない。ジルにゴルフクラブでボコられた程度では動じない。お前ら鹿島でスルーできなくなった途端火力ぶっとかぶっ飛ばすぞ。ここまでやられるとさすがに数秒しか持たない。まあスプレー吐かせただけでも成果はあった。では次の仕込みを始める。今度はゴール前通路に出る部屋で待ち構
捕まえる。ここに警備員が出たのは都合がいい。次にバトンを繋ぐためにはバイオ吸収を仕込むのが重要。これさえ間に合えば他のバフはなくてもなんとかなる。おい今フィーバー使うってことは完全にバレてるぞ。どうにか時間切れまで耐久するしかない。ドアとタで日寄ってくれることを祈る。おいカシマふざけるな削除しろ。しかしブンブンしすぎで爆発させてくれた。おいスレイブしてない警備員に先行とかやめろ。完全にスレイブで逃げられないように対策されてる。もうダメだ。ゴール前まで運んで誘い込む計画が崩れた。こうなれば一か八か行くしかない。というわけでうまくいくことなんてほとんどない。これで1エリア1回の大勝負終了のお知らせ。そもそもダウンタウンで綺麗に決めるのマップ構造的に無理すぎる。もうエネルギー的にも自爆自体の再展開は厳しい。となれば次のエリアに全てを託して今を精一杯生きるしかない。そして私たちの命は儚く消え失せることが確定した。ありったけのエネルギーはジルのおやつとして献上された。だらしないマスターならこの時点で切断してるレベル。私はこの程度では屈しないのでまだ抵抗を続ける。おいドア越しキックやめろ判定が納得いかない。もう追いつくのほぼ不可能になったぞ。どうしてくれる。いやセーフルームにこもってくれたか。これならとりあえず時間いっぱいまでは粘れるが、シンクロ自爆で一発狙うスタイルでそんなケチなことはしたくない。誰か地獄に連れて行かないと気が済まない。助けに出てきたので今がチャンス。逃げられる前にタックルで分からせる。いいぞ、ユーサンズレランで戦犯してるのがいる。あの一瞬のひるみのおかげでいい感じに決まった。しかしメガネがちゃんと後方待機してて抜かりない。ここで瀕死にしても構造的に振りすぎる。もうスプレー使わせただけでよしと思うしかない。どの道効果時間的に守りきれなかった。おい開いたドアで向こう側行けないのなんなのぶっ飛ばすぞ。何もかもがタイラントに優しくないマップやめろぶっ飛ばすぞ。おいギリギリ足りないのなんなのぶっ飛ばすぞ。これじゃただダニエルでハゲてるだけの動画になるだろ。しかし最初に言っただろ。本編はほぼストレステストだから嫌なら飛ばせと。もうみんな舐め腐って単独行動し始めてる。ちょうど各所に人が散っててどこかにまとめて展開もできない。まあどうせまとめたところで溜め込んだ投げ物で蹂躙されるだけ。いいよもうタイムならくれてやる持っていけ。ほらショットガン一発で溶ける10秒だぞお前ら好きだろ。負けなしのエネルギーでタイム配るの最高に素敵だろ。もうこのエリアで奇襲仕掛けるの無理なんだよ。一度ゴール手前で奇襲仕掛けて失敗した以上次は警戒される。というか10秒ゾンビしかデッキにないの最高に素敵だろ。失敗した時点で大量ボーナス献上する仕様なんだぞこっちは。しかしこれだけ出しても自爆足止めのおかげで10秒程度しかプラスになってない。ほら見ろよジルが舐め腐って単独でゴール前行ってる。またシンクロ自爆仕掛けてないか偵察ムーブしてる。こういう舐め腐ったサバイバーを分からせて戦犯にするのが醍醐味だが、噛みつき脱出したせいで触手コンボの爪で使えなくなるだが、もう少し追い詰めてから使えば確定で分からせ可能だった。比較があまりに強すぎて投げやりになってるのを逃避で感じる。結局エリアにも実質何の成果も得られてない。なぜこれを本編カットにしようと思ったのかって、そんなのまだエリアさんが残ってるからに決まってるだろ。もういいからさっさとエリアさん行きなさいよ。どうせお前らだらしないダニエルに当たったとか思ってるんだろ。ダウンタウンエリアさん残り8分とかもう勝ち確とか思ってるんだろ。実際このタイムでまくれるのは感染爆発アレックスくらいしかない。ならば私は全身爆発ダニエルだぞ道を開けろ。この先も戦うなら、ゲームはもっと邪悪な闇へと向かうぞ。俺は構わない。どう終わろうがな。というわけで開幕特攻は効果が薄いので、少しでも投げ物を消費させるべく少数を送り込む。鹿島先行さえなければリモート触手ペアはかなり凶悪。大事なのは必ずリモートシェルを本体にすること。最もタフで攻撃力も高く離脱で再利用できるが、これをシンクロ個体として使うと特性を活かせずすぐ処理されてしまう。
タクサはスレイブ時の火種現象と合わせてこそ進化を発揮する。ではまずは触手1匹だけ送り込む。シンクロ個体にはひるみ無効が付与されてないので不可追はしない。役目を終えたら画像を合わせてみんなで叩く。今フィーバーを使わせたので圧かけには成功してる。閃光も使ってくれた。これでなすすべなく分からされるが出した甲斐はあった。上のショットガン組もかなりの連射で消耗したはず。では次の仕込み、リフトの上に自爆ゾンビを並べておとりにしておく。これでほんの少しだがリフト効果後の猶予を稼げる。すぐ全員乗り込まれて即上げられるのを防げればいい。触手は間に合わなかったがまあ大丈夫。ここで足止めしつつ団子状態になりやすくし、奥に並べておいたプリセット本体を差し向ける作戦。裏にいるのはスレイブオンでバレるが、まさかフル強化自爆シンクロ部隊だとは思うまい。そしてタイミングを見計らい特攻。攻撃によるタイム削りとダウンで一気に2分削れた。あとは抜けていった鹿島野郎を分からせるだけ。何しようとしてるかは察しがつくので即タックルの構え。駆け込み乗車して二人きりを楽しむ。残念少し遅かったね。ではゆっくりしていってね。大丈夫か？そんなわけねえか。というわけで一気に5分ほど持っていった。いや完全に全滅させたのにまだ3分あるってなんなのぶっ飛ばすぞ。まあ相手もこれで相当焦るはず。あとは残り時間で押し込んでおくだけ。おいジルカス抜けていったぞ許せねえ。タイラントのだらしないフックではステップで抜けられてしまう。せめて手傷を負わせるくらいはしておきたい。まずいプリセットちょうどタイミング重なった。こうなると居座るだけ時間の無駄なので撤退。ジェンの妨害もテンプレタイミングだがかなり刺さる。幸いリフトを上げておいたおかげで時間は稼げた。下でのんきに待ってるあいつらにちょっかいを出しておく。しかしボーナスゾンビさんのブレランに目が移ってスレイブ中止。ただただコストの無駄遣いになった。リフト側は鹿島がいないので襲いやすい。バイオ吸収を仕込んで少数精鋭で攻める。リフトを下ろされないよう噛みつきダッシュで乗り込み、団子になってるところを邪魔する。あとは引っかいて回収とタイム削り、コア殴り用の武器になってたおかげで鹿島が出遅れてる。これでかなりの損害を与えた。あと2分半ならまだ正気はある。さっきの大暴れでエネルギー回収も済んでる。もう手持ちをうまくシンクロして戦うしかない。というかもう下手に自爆は出さない方がいいが、どうにかまたあの優越を味わいたくて召喚がやめられない。まずい企画に出しすぎた。完全にリスキルされてる。しかしジェンだけ分断できた。どうにかリフトまで行って二人きりの時間を作りたい。鹿島で追い打ちされなくてよかった。多少撃たれた程度なら再生で復旧できる。これでよし。あとは他が何をしようとジェンを追い回す。カメラ担当にソロで即コア割りするようなパワーはない。リフトが降りて援軍が来るまではまだ時間がある。お前生きて帰れると思うなよ。これは3人に喧嘩売るより1人を追い詰めた方がいいゲームなんだ。ダニエルと2人きりになったらどうなるか分からせるしかない。おい階段はめやめろひるみ向こうはどうした。ほんとこの意味不明な仕様なんなのぶっ飛ばすぞ。おかげで逃げられたぞ。このままでは帰れないぞ誰かには犠牲になってもらう。そして絶妙に追いつけないのほんとなんなの。うるせえ最強ぶっ壊れ動画でも作ってろ。ボーナスゾンビなんなのお前何しに来たの。守るのほぼ不可能なのにリスクリターン全く釣り合ってないぞ。なんでこっちはカード1枚しかもらえないのに。あいつらはタイムと大量の良質な物資恵まれるの。ジルカスコントなんなの許せねえ。これが主人公のやることなのかよ。じわじわタイムは削れてるが決定打がない。あのロケランがある以上まとまった配置はリスクでしかない。今は分断して分からせるのを徹底するしかない。よしフィーバー無駄打ちさせた。これは向こう側のルートに追い詰めるしかない。この速度ならギリギリ追いつける。おい走り込みだらしねえなもっといけただろ。
細い通路はヘッショされないよう不規則に揺らすのが大事。そして普通に蹴られたの許せねえ。主に自分がこの隙さえなければ追い込めたはず。ジルは完全にステップ抜けの構えしてる。しかし数発入れるだけでも大事。とにかくコアから引き離すことを考えねば。これがお前らの精一杯か。よし、いい感じに引っかかった。フィニッシュが当たればもう確定でいける。しかし時間が足りない。ターゲットかと追い込みだけして帰る。ジルは向こうに逃げていったのでしばらくは大丈夫。やっぱりウルト機関号を狙われた。しかし目くらましのおかげでメガネは妨害しやすい。姿が見えてないのかやや外れた位置にスプレー置いてる。いや近くまで寄ってきてた。これじゃもう妨害できない。このリフト前が最後の妨害になりそう。おいボーナスゾンビマジで何しに来たんだ。帰ってくれ。お前どんだけサバイバーに加担すれば気が済むの。そして先行であっさり抜けられるの素敵。いやもう使わせたからよしと思うしかない。もうリフト前は出すだけ無駄になる。奥側から最後のシンクロアタックを仕掛けるしかない。幸いリモートシェルをリーダーにラジコン特攻できる。このトリオならまだワンチャンある。リフトの到着後を狙って一気にけしかける。さあ行ってこい。お前らの犠牲は無駄にはしない。よし、いず理想的なヤマト魂を見せてくれた。おい鹿島野郎が抜けていったぞ。しかもメガネが乗り込まずに後方に控えてる。おい、そのスプレーどこで手に入れた。どうせボーナスゾンビからカツアゲしたんだろ。あいつさえいなければお前ら負けてたって自覚しろ。不条理なシステムに救われただけの命だって自覚しろ。お前ら逃げられると思うなよ。鹿島先行さえなければ昼に向こうリモートシェルは脅威の戦闘力を誇る。おい、さっそうとヒーロームーブかますな。ぶっ飛ばすぞ。お前ら鹿島とボーナスゾンビの気まぐれで助かっただけだからな。展開的に分からせてたのは私だからな。私はサバイバーに負けたのではなく開発の悪意に負けたのだ。要するに鹿島削除しろってこと。いくら逃げても必ず見つけ出す。できなかったら、ふう、お前らのウイルスで人類は滅びる。翔くん、せいぜい自由を楽しめ。滅びるのはこのゲームだろ。いい加減にしろ。ブラボー。さあ、ここまで行けるか楽しみだ。というわけでここからは成果を得られた素敵特攻ダイジェスト。捧げた猛魂がどうなったか知りたい方はご賞覧あれ。
最後の一秒を飾る。
というわけで最後に文字通り何の成果も得られなかった回もおまけ収録。MM 界のエンターテイナー兼ボランティアたるダニエルの勇姿をご賞覧あれ。諸君にはたくさん楽しいアトラクションを用意してる。例えば死や破壊や病気、現代社会が与えてくれる楽しみが全部詰まってる。俺は何百人もの人を殺した。今は特別な錠前を作らされている。おかしな人生だ。そいつは鍵だ。時には自分でやるのが一番手っ取り早い。わかるだろう。さあ、それをどこに使う？探せ。楽しいぞ。少なくとも俺はね。正直に言う、こんなにすぐ成果が出るとは思わなかったよ。ブラボー！さあ、どこまで行けるか楽しみだな。これはくたばらせるのに効率的な方法とは言えない。だが命令は命令だ。よし、ウィー！いや、なんかいまいちだな。役に立つものがないか死体を探ってみろ。別に全然変なことじゃない。ゲームにぴったりの残忍な部分。イエーイ！降参する時が来たぞ。
次はミスんな。スプレー設置。残ったか。無駄。ゾンビの餌が増えただけだ。お前らが来た時のために。よし、おい。いや、なんかいまいちだな。いいぞ。今日は思ってたより面白くなってきた。こいつは痛みを感じない。子供遊びにはぴったりの話。なんかいまいちだな。うい、全身だ。ほんのちょっとだけな。もう十分時間をやったはずだ。これはくたばらせるのに効率的な方法とは言えない。だが命令は命令だ。正直に言おう。その一生懸命さには脱帽する。だが望みはない。今すぐ諦めろ。こいつの名はデッドニング。タンタン。楽しんどけ。お前の止める時間はまだ。走れ、ショーク。大好きだ。これで終わりよ。僕には自分でやるのが一番手っ取り早い。わかるだろう。ここにいて。じっとして。待って待って。わかったよ。やばかった。ねえ、こっちよ。やった、出口が開いた。ありがとう。
行こう。